新シリーズサン&ムーン先取り情報。なんだあのポケモン。サトシの前に突如現れたのは島の守り神であるカプコケコ。カプコケコはとても気まぐれで、島の人を助けるばかりじゃなく、時にはいたずらをしたり罰を与えたりすることもあると。カプコケコとの出会いによりサトシは Z リングを手に入れることになる。ポケモンと Z リングを持つトレーナーの思いが一つになった時、初めて繰り出されるのが Z 技。いくぞ、爆ガメス。ポケモンの全力を引き出すアローラ地方に伝わる特別な技なのだ。やろうぜピカチュウ、俺たちの Z 技を。サトシとピカチュウも Z 技を繰り出せるのか。新シリーズポケットモンスターサン&ムーン、11月17日24日1時間スペシャルで放送。